さあ今日も始めましょう。なんなんホスピタル。お相手は筋肉痛がやっと消えたのすけと、ピースの角度は自分向き D のうちです。よろしくお願いします。じゃーん。あのさ、ガードレールに、はいはい、落書きをした中学校教師っていうの知ってます？知らないです。ニュースですね。知らないか。ガードレールに落書きをした。そうなの。暴走族みたいな。違う。あー、わかんない。そういうイメージだったよ今。あー、どういうんだ。でも結構なんじゃないの、スプレーでみたいな。え、どういう話なんですか、それは。いや、それはまあさ、そういう話、ただただガードレールに落書きをした。落書きをしたのが多分先生だったっていうあれなんだろうけど、アート的なことじゃないですか。でさ、はあ、なんかどう、詳しい動機を調べてるとか言うの、はいはい、ニュースで、うん、それでまとめとけばいいと思ってんだよって俺思ったんだし、動機なんてって思いません。思います、ね、ガードレールに落書きをした動機をね、詳しくね、本人も困ってんじゃないですか、聞かれても。そうそう、だってそれこそ、それも一個のね、うん、原因なわけがない。うんうん、うん、ね、そうそうそう、ね、誰に影響を受けたんだとか言われても、いや、影響を受けたわけじゃんバスキアなのそうそう、僕とかバスキアなのかとか言われてさ、いや、まあ好きですけどみたいなさ。でもまあ、そっか、考えてみればさ、うん、それは書かされるわけだもんね、うん、あっちの誘導なりなんなりで。そう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 、ね、もうまとめやすくね。そうそう、うん、イライラしてたのかって言われたら、まあ、はい、イライラしてなくもないからさ、うん、ね、最近仕事がうまくいってない、いってなかない、ないよな、やっぱって。そういうことでしょ。いや、なっちゃう。ああいうのってさ、あの、向こうの人がさ、10割くらい書いてくれちゃう。もうほぼですよ。ね、うん、10割って全部ですけど。みんな知ってんのかな、作文っていうやつですよ、ね。でも最近はドラマとかで、そういうシーンをセリフに、やってるから、うん、ちょっとだいぶ言って、経験したことない人はさ、うん、ちょっとわかんないかもしれないな。ケンさんも言うわけ、本人が自分で、うん、その、うんうんうん、あ、これ適当な作文すっからな、うんうんうん、もうなんか許されてるっていうか、うんうんうん、その方が話早いもんなみたいな、うんうん、別に変わんねえからさ、うんうん、別に次もみたいな、うん、わかるわ。うめえだろうっていう人とかいる、うん、だから俺なんかはさ、そういうのでさ、何々さんがこう言ったからこうですよね、うん、みたいなのを書かされてて、はいはい、いや俺その人のこと、うんうん、その例えばさっきの佐藤さんだとするじゃない、うんうん、じゃあ僕佐藤さんとは呼んでなかったですね、うん、なんていうの、よっちゃんと呼んでましたとか言ったら、ね、うん、それはなんかよっちゃんに変えるんだよそこは変えるんだよ、そうそうそう、リアリティちゃん、ちゃんと変えるんだけどさ、なんか面白い、ない、そう、内容とかはもう分かりやすくするで、10割できてて、それを聞いてみて、そうそうそう、これでいいよねみたいな感じだよね。うん、面白い。それはありますよね。いや俺もすごいおかしくてしょうがなかった、そういうの。だから殺人とかもさ、うん、まあ昔は動機がなきゃとか言うけど、うん、そんな簡単なものじゃないケースも多いわけだよね。そうだよ、絶対。しかもさ、日本の検挙率ってすごい低いんだよね。その、あの、なんて言うんだろう、その殺人とかってさ、うん、あのたまたま取り上げてるのだけはあれだけどさ、あ、だから、うん、ほぼほぼ出てきてないというか、うんうん、未解決事件多い、そうそう、すっごい多い、ね、犯人分かってない事件多い、うん、いや、ほんとに、だって年間3万人ぐらい消えてるってさ、もうおかしいじゃん、話っちゃおかしな話でさ、うん、だその中の何人かも死んでるだろうしさ、ニュースになってんの、うん、でも大体逮捕されたのがほとんど で、うん、でたまに3件、うん、年間3件ぐらい、あの事件どうなったんだろうその後みたいなね、うん、ぐらいの、うん、でも本当はもう何百倍と起きてる、ね、そうそうそう、だけどそれはね、言っちゃいけないけど、そしたら安心してみんなも暮らせないしさ、暮らせないか、うん、だけどそういうことなんだよね、うんうん、だってさ大変なんだけどさ、いくら強くたってさ3人ぐらいに囲まれたら大体終わりだからね、うんうんそれも不意をつかれたらもう終わりだし、ガチなんてあっという間だし、ね、あっという間だな、もう怖い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 、暗いところ怖い明るくたってさだよさ、いやさ、だってさ目の前でさ1人の女の子3人ぐらいでさ、うん、
こうさらわれてさ、うん、黒いバンに乗せられましたっつったってさ、うん、もう何分間から放心状態で助けたりなんなんできない、うんうん、すごい。この前もドラマでそういうの追いかけてってる人いたけど何を考えすげえなってそんな人にもうまあいないよみたいな。車はなさすがだからやっぱ一人で歩いてると気をつけた方がいいね。そうだよ、うん、本当にそう。一人じゃなきゃね。なんかさ一人で歩いててさ、まあ後ろも見て、はい、いないなって、はい、だけどなんか影みたいなのがさ、うん、去ってくる時あるじゃん、うん、あれ悪いよね電灯あの電灯さちゃんとさ悪いと思うよ。電灯の角度とかね。電灯の角度でさ、なんか地面の自分の時ある。自分のそう鍵影がさ来る時期ある。自分の時さだとね。あれ電灯の角度間違えてるよ。あれつけてるやつ。そういうつけ方しちゃダメだよって俺思ってる。まあでもまあ我々というか私なんかはもうヤバそうなルックスなんで。随分得してますよ。そうですよね、まあ、ちゃんと本当に基準が分かりやすい。メリットとデメリットがちゃんとこれでも来るようなやついたら本当に一目散だよ。はっきり危ない危ない本当に。意外なやつ来ないからね、うん、だからそれ黒服なりなんなりとかもさ絶対来ないもんね、うん、ああそう、あ変なやんちゃな呼び込み来ない。そう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 絶対噂になってるなって思うもん俺マジで、はいはい、またあいついたよみたいな。歩いてるからね。いつもね当たろうとしてんのいつもしっこい紙一重のあの避け方当たろうとしてんのだって邪魔じゃん本当はさ、うん、道ねど真ん中だから。でもまああの人たちも職業だからさ、うん、それはまあ分かるけどだけどこっちもまあ話はかけないでくれってそうそうそう触らなかったらいいからね、うん、そうそうそう。だからとにかく俺の前の道に誰ぶつけようとスッと避けていくからスッで、すぐ俺電話する準備してるんですよ、いつもシミュレーションしてスッて避けていくんだ、でもうまい、あいつ、彼らもすっごいあれだもん絶対見ないし、あれだもんプロだよ、プロ中のプロプロ中のプロ。そんなこんなんでさ、動機ってそんな簡単なものじゃないよってことですよ。し、まあ、うまく、でもキリがないから、うん、だいたい誰かを好きになったと、まことだけ動機分かんないよそんなの。どこがとかも分かんない。そう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 、そんなの後からなんとなくこうでこうでこうではできてくるけどさ、うん、そうしないとさばけないからね。そうそうそう、書ききれないですからね、うん、だからさ好かれるも好かれないもそんなような簡単な問題だからさ、そんなに細かく気にしちゃうのは分かるけど、うんうん、そんなの気にしないパワーも出していただきたい。難しいかね。いやでもそうね、そうとにかくね、シナモンロールでも食べて元気出したらいいと。そうでしたっけ今それその話前のラジオじゃねえのそれではまたバイバイ、まあまあ